イエース、いやー、スズシだから、うるせえな。お前が手を出したのが悪い。うわぁ、うわぁ、うわぁ、イエーイ。ハロタン、スモン、サンフォン、ションミニマム、メンバーになりきりアフレコ再開。チームに分かれます。まあ前と後ろでいいです。前3人から3人分けて、で、実際の動画を撮ってもらって、後ろのチームが撮った動画には前のチームが声を入れる。はいはいはい。後ろのチームは前が撮った動画に声を入れる。はいはいはい。アフレコでメンバーになりきる。うわー、結構面白くないですか。面白い。俺超得意だからね、これ。めちゃめちゃ得意。得意だよ。お前絶対苦手だ。いや、超得意だ、これ。リボンとかモノマネとか好きだから。あー、リボン確かに。ちょっと上手いかもしれない。撮っていきましょう。先行我々チーム。イエーイ。なるほどでございます。映像をいただいたので作戦会議。はいはいはい。式、あ、式、式だ、式だ、式だ。あ、それをやめた。式でなんかふざけてる感じだ。あ、なるほどね。ちょっとこいつらの言動仕草なんてもう余裕、もうちょろすぎ。本当に余裕だわ、これ。単純すぎて話せんから。むっず。後で答え合わせしていきたいと思います。まあ大体の流れはまあ、まあそうだね。恭平ってなんか結構分かりやすいんだよ。何言ってるか口で分かる。ああ、余裕すぎ、うん、口の動きがでかすぎ。あ、多分ね、全部合ってるよ。全部合ってる。よっしゃ、見ていこう。よし、見ていくか。よっしゃ、よっしゃ。こんな、あー、なるほど。寿司を食うとかか。なんかターボ絶対気持ち悪いよ。トリッキーなこと言う、あいつ。いやー、余裕だわ。余裕だよね。ちなみに俺スエビやろ。俺ターボやるから。俺大輝。問題は大輝なんだけどね。そう、なんかそんな気しない。だから君だよ。そうだ、こいつがね、もうバカだからね。アフレコが出揃ったご様子です。あんなんだったよ、ターボは。どっちがうまいのか見ていきましょう。もう余裕ですよ、完璧。まずは俺たちの映像で後ろのチームがアフレコしてる。はい、ダクシー。イエース、スシー。イエース、スシー。久々の寿司テンション上がるわ。はい、昨日食いました。上がる境だから。疲れちゃう。はい、でも2日連続でも、もう最高よ。うわもうエビが、エビがいい。しょうゆ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 。入れるもん容器ないんかーい。あー、ちょっと容器ないと。あー、さすがに皿いるでしょ。これじゃないです。これじゃないです。それでいくの。それで汚ね。もういっちゃってますけど。なんか汚ね。言ってしまってますけど。まあまあ、確かに見た目汚ね。じゃあね、この赤いクセモノからいきましょうか。クセモノ、一番正常です。一番スタンダード、赤身は。えぐい、えぐい、えぐい。うまい。えぐい。BC メンバーも含めてさ、口癖がえぐいとガチガチ。俺、見てて気づいた。まあ、そうだね。コメントあるもんね。正義がエグいっていう回数。お寿司っていうのはもうネタが先に下につくより食うのが一番うまく食べれる。それ2億回目ぐらい。すげえ言うやん。ほんまにそれなの。おぉ、うわぁ、なんか久々に。エンドウいっちゃう、エンドウいっちゃう。ちっちゃ、ちっちゃ。俺のターン、ドロー。アカン総集でタイ打ってます。マイケル・ジョーダンの冗談はまあいける冗談。寿司。ありがとうございます。ありがとうございます。寿司はね、ちょっとたまらないんだよね、これ。下に醤油あるかどうか。あ、わかった。そうですか、はいはい、醤油ね。はい、どうぞ。虫かよ、お前。お前、虫、お前、虫みたいな。あ、そういうね、これ醤油だろ、大事なんだよ。これはおもろい。一番うまいですか、ここに。わかった、何歳言っちゃってね。何つってんだよ。神。これもう厚さがいいよ、厚さが均一。言わねえよ。お腹やろ。
正解動画見てられないので、はい、当たってるとこで言ったらあのターボのあれだよね、ネタからネタを先に当たりつけるよ。ええー、同じようなこと言ってた。ああ、マジ？出だしもんでしょ。寿司は絶対寿司。いや、合ってない。え、合ってなかったっけ。デシデシデシ。いやいや、無理。あんま聞かないよ、あの。デシデシ。寿司でもなく、寿司でもなく、だって現場にいて俺絶対知ってるはずなのに、これ合ってると思ったもん。俺も思った。まあ、じゃあ続いてですね、俺らのアフレコをね。やって何指揮者やって。俺がやって。お前得意じゃん、指揮。ああ、得意ですよ。本気だね、本気を、うん、うるせえな。入ってんの。入ってん。本気だとしてんだろ。邪魔しちゃダメだよ。指さすな、ふざけやがったな、バカ。特に読めなの。俺、早くやれ。早くやって。本気のやつだよ、ほら。うるせえんだよ。本気だよ。うるせえんだよ。言っとくけど、本気のやつ。本気やつ。入ってんの俺。もう目の前にオーケストラがあるわけ。俺のね、イメージだけど、はい、横やりでグワーって言われると消えちゃうイメージが。ちょっと待って、お前まだ俺何も喋ってないねんけどね。言ったごめん、飽きたからもういいや。うるせえ。いやいやいや、飽きたからもういいや。水差すな。飽きたからじゃない。俺がしたいんだ。あれ歌うから。あ、じゃあ歌う。最初バランスをやって俺らに好調で。何歌う。分かった。もうじゃあ任せたら歌わ。オッケーオッケー。俺が左手使ったら合図だから。オッケーオッケー。思い出ずっとずっと忘れない空二人か。ちゃんと式見て。そっち。あー、これ今日なんか面白いことやってや、お前。あー、もうちょっと、うるさいお前。お前早くやるじゃん。俺話してんだから、お前うるさいから。もうほら、リボお前なんで俺、なんでお前早くやれみたいな顔してやって。あー、早くやれ。うんこ、うんこ。言ったじゃん、気持ち聞こえてるから今俺。そう、もうちょっとこの世界観を俺のときめかせてくれよ。そう、もうお前地球上の平和を願ってんだよ俺。はい。おいで。わあ。歌ってる、歌ってる。大空に誰よ、お前。まあ、合ってるでしょ。合ってるし。あのね、大体の分かる、合ってるでしょ。世界観だけだったら。そう。あ、世界観は。そうそうそう。俺一番合ってるでしょ。お前、お前邪魔だね。邪魔。え、邪魔。邪魔だった。これ、おもろいね。めちゃさあ、ということで、はい、なぜアフレコをやりましたかというです。おい、そうですよ。理由があるんかい。今回、ライフアクターというアプリからお仕事が来て、おお、なんと、アフレコのキャンペーンをやってるみたいに、ゲームに出てくるキャラクターたちのアフレコを僕たちが一旦、あの、お願いされていると。コンテストみたいなのやってるみたいな。それアフレコうまい、なんか 2,3 人を代表でアフレコやってもらおうかなっていう意味で、かつそれちょっとメンバーちょっとね、メンバーになりきったら面白いんじゃないかっていうことで、選考も兼ねてこの勝負をしたわけです。あ、そうなんだ。まあ、どうです、なんか今回上手かったやつ。そうなやつ、たつきもだけど、この2人がまあ、まあ、でこっち側目線で言えば正義そこそこあって、うん、あとタイミングとかも全部あって、うん、まあじゃあ僕と、リボンっていうことでいいですか。まあそういうことかな。おお、マジ。じゃあ優勝はボンリとセギー。プレゼントキャンペーンみたいな感じで、本日出た方の中からプレゼントが送られるみたいな。おお、すげえ。ライフアクターぜひダウンロードしてみてください。はい、よっしゃっす。じゃあそのアフレコ最後にやって動画を終わりたいと思います。おお、それでは、僕たちが作ったアフレコはこちらです。どうぞ。近づくんじゃねえぞこれ以上。あけみ、離すんだ、あけみを助けて、立派あけみ。
アケミは俺の女だったんだ。お前が手を出したのが悪い。アケミ、すまない。俺が無力なばっかりに。なんでだ、なんでなんだ。よっしゃ、やっと倒れたぜ。よくやったな相棒、お前ならやってくれると思っていたぜ。お、体がボロボロじゃないか。さあこちらに来るんだ。助けてくれてありがとう。なんだこの光は。そうだ、この光のために俺は戦闘を繰り返してきたんだ。よっしゃ、やっと倒れたぜ。よくやったな相棒、お前ならやってくれると思っていたぜ。お、体がボロボロじゃないか。さあこちらに来るんだ。助けてくれてありがとう。なんだこの光は。そうだ、この光のために俺は戦闘を繰り返してきたんだ。生き残った全ての者に告ぐ。町に戻ってきてくれ。時間と運命をかけて抗え。繰り返す、こちら救助隊101、現在地はレイブン市、至急援軍を頼む。